羽生結弦、スピンでマントル突入。その後、何事もなく帰還。凄まじいな、おい。あれれ、また、大型商業施設立つの？東京の空、いよいよ見えなくなりそう。ほんまやねえ、ヨギボーでスマホ見てる場合とちゃうで。これ、ヨギンボン、偽物ブランドじゃん。プバ、ジュグンジュチヌッチョルン、自然を重んじていざ本編、ちょっぴりをセンチって出来上がれオブジェクト。ナチュラル仕様、SCP-2450JP、さあ、空を見上げて、です。特別ナチュナチプロトコル、SCP-2450JP は、全国において、その、発生可能地点を持ちます。それゆえ、出現の予測は困難です。また、出現頻度の高さに加え、一般人が異常性に暴露しやすいという、オブジェクトの使用ゆえ、収容の優先順位は高めです。広く分布してる上に、暴露率高めで、全出現の予測は困難。現段階でも、納得のけてるですね。そんな、SCP-2450JP ですが、日本国内各地に瞬間的に移動し、街頭に紛れる形で出現します。オフ？これは監視が大変そう。まあ、文句を言っても仕方なし、財団が利用する、監視カメラの位置、向き、画角を調整し、街灯がある場所、全部を監視、記録された全映像は、スクリーニングされ、異常が検知された場合は、近傍の財団施設に通告がなされます。ちなみに、スクリーニングというのは、古い分けを意味する言葉です。条件に合うものを選ぶってイメージね、で。通告を受けた財団施設は、電気工事業者に偽装した、収容チームを現場に派遣。チームは、2450JP に、不透明なカバーをつけ、可能な限り、迅速に撤去し、セクター81、テカテカ丸の収容庫に移送します。なんか置いていきましたけど、何しに来たね、あの二人。説明だっちゅね。SCP-2450JP は、認識災害を有する、街灯です。地面から、1.6 メートルの位置に、さあ、空を見上げて、という刻印を持ちます。この刻印を除けば、外観は一定ではなく、出現場所に存在する、街灯に合わせて、その形を同様のものに変えることができます。また、SCP-2450JP は先端の電球部分以外内部や地下に電気設備がないにもかかわらず点灯することが可能です。奇遇ですね、私もです。どういう原理なんそれ。5本、原理不明のこの点灯ですが、明かりを消す方法もちゃんとあります。地面からブチッと引き抜く、以上、え？こんな簡単なことでいいの？霊夢さん、今、あなたそう思いましたね。お腹すいたなーって思ってたよ。お腹すいたなーって思ってたのか。この引き抜きにより、明かりと異常性を喪失させることが可能。なるほど、比較的対処しやすいのかな？でもこれ、喪失という名の転移っぽい。日本のどこかに効果が移動する、と考えると、結局財団の仕事は減らんのよね。ざまあみろ。SCP-2450JP の異常性。SCP-2450JP の異常性は、SCP-2450JP 本体及び、その、光を視認した人物に発現します。発現した異常性は、就寝までの間、継続。この間、暴露者は認識災害を起こし、3つの感覚において、異常をきたすのじゃ。やだよ、異常になりたくないよ。君は元から異常やろ。そうだったわ。ちなみに、映像や写真を通してみた場合、受ける影響も、媒体内に限られ、その媒体で、認識できる感覚にのみ、作用するみたいで、認識災害を受ける感覚3つが、これ、まず聴覚、人工物が発する音を小さく感じ、風の音をより強く感じるようになる。たとえ、周りが無風でも、風の音が聞こえちゃう。本人は、この風の音を、もっと高いところを吹く風の音、雲を流す風の音んごねー、などと形容、お耳がお菓子遊ばせですわ。2つ目は嗅覚、風に運ばれる香りをより強く感じるようになります。この際、感じられる香りは、出現地点、時間帯、天候により異なりますが、雨の香り、草の香り、焼けるアスファルトの香り、枯葉の香り、といったものが多く挙げられます。帰り道にエモい気持ちになるあれですね。知らない家の夕飯の香りとかね。最後は視覚。空に比べて建物や木の影が暗く感じる。日暮れ、深夜でも空が明るい。空、雲、星、月の色をより鮮やかに感じるといった感覚の変化が起こります。これらの影響には個人差があり、過去に空の美しさを感じたことがない人物ほど影響が強く出ることがアンケートで判明しています。時には自然に気を止めよ。そんな我々、現代人に対するメッセージなのかもしれません。しかと受け止め申した。これどういう状況？